岡ソフトバンクホークス対埼玉。さあそして打席には吉田が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を初球打ち、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。バッターボックス石江戸、まあ大きく差が開いてますけどどんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですがインサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる、バッターは DH レオン、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ナイスボール、はい、低めストレート、空振りでストライク、あっという間に2ストライクです。打ちました、石毛アウト、ワンアウト。ソフトバンク打ちに打ちました。大量